ここ佐藤二郎。ああ、この人か、佐藤二郎、この人だ。ね、そうか。はい、ごちそうさまでした。えらいらダメだって言われなかったね。すごいエアコンがあるよ、玄関に。ほら、あったかくしてる、気が利いてるね。はい、あら、工事してる、にぎやかだ。ごちそうさまでした。おらおら、ね、テイクアウト500円、おうちご飯、いろいろあるね。安くていいね。ね、ランチ限定ね。はい、ごちそうさまでした。ここはね、里の蔵っていうところね。ここは下館駅があっちにあります。下館駅の近く、南口の徒歩5分って書いてあったね。里の蔵、美味しかったです。喜多方ラーメン、ただいま元気に飽きない中ね。美味しかったよね。いやいや、元気だな、そっち。あ、元気じゃない、にぎやかだな。はい、こっちの通りはね、下館駅前通りっていうのかな、ずっと行って、ほんで何個目かの信号を左行くと下館駅ね。下館駅から見ると、ほんでずっと先に見えるのがね、見えるかな、筑波山ね。だから駅から見ると南口を、駅から行くと右に曲がるのかな、だから西の方向だね、駅から見るとね。でずっと来ると、ここは信号じゃないんだけど、あの喜多方ラーメンって大きく書いてありますからね。美味しかったですよ。あとね、1、2、3、4階建てビルだね。この TK ビルっていうところの一角に喜多方ラーメン里の蔵、どうしてもね、蔵の里って言っちゃうんだな。この上りが派手に立ってるからね、わかりますね。で、駐車場を心配してたんですけど、駅前だから駐車場ありますんで、この後ろ、こっちはね、寺島薬局、寺島じゃない、ウェルシア、昔寺島、広いね。よかった、駅の近くだからさ、駐車場ないのかなと思ったんだけど。ここはホテルニュースタヤっていうところの敷地内で、こっちがね、あ、車うずっちゃあれだな、1、2、3、4ね、こうやって里の蔵ってやから4、5、6、あ、ずっとずっとだ、ずっと里の蔵駐車場が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10台とか10数台ね、こうやってありますからね。あの、大丈夫です。店内もそんなにはべらぼうにいっぱい人数は入んないんでね、このビル。はい、駐車場もまあまああるんでね、はい、大丈夫だと思います。はい、里の蔵、ごちそうさまでした。